夢の七色ハッピープロジェクト。はい、皆さんこんにちは。はい、今日も始まりました夢の七色ハッピープロジェクト、メモリーズシンガー夢です。はい、先に失礼いたします。この番組はですね、いろいろな角度から皆様に幸せと笑顔を届けるというね、目的の番組となっております。もう見てから皆さんびっくりだと思うんですけども、本日はですね、株式会社モノリスの最近会長に就任されまして、はい、令和の虎チャンネルでもね、主催者としてもう超有名人でございます、岩井義明会長でございます。はい、よろしくお願いします。なんか これってあの、はい、加工してあります顔。顔は変じゃないですか。いや、かっこいいですよ、いつも。じゃあさっき美容院行ってきたんで、ちょっと 髪の毛がすごい気に入らないですよね、俺。え、そうなんですか。はい、いや、なんか自分で映ってるみたいな、すごい変なんだけど。まあ、こんなもんか。どんでもない、かっこいいじゃないですか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、いつもこういう感じで撮影するときって、はいはい、何かこういう返しっていうか、こういう写しっていうのないんですか。いや、ないんで、はい、なんか初めてですよ、こういうの。あ、本当ですか。はい、収録のときは僕らには全然見えないんで。はい、はい、あら、はい、そうでしたか。はい、自分の顔見るのすごい嫌ですね。あ、なんかちょっとよかったら、じゃあ光の加減でもうちょっとこう、もっともっともっとイケメンに。女じゃないんで、はい、光大事って、はいはい、ということで、はいはい、今日は50分間よろしくお願いします。はいはい、ということでですね、はい、ね、皆さんはね、なぜこんなね、無名番組にこの岩井さんがいるのかと思うじゃないですか。ね、だって私ってああいう岩井さんにお祝いさせていただいたのが、はい、先々月になるかと思うんですが。もうそうなりますかね。はい、はい、そうですね、皆さんにね、ご説明させていただきますと、はい、私が所属しております、なんですか、青年部というね、商工会の青年部がございまして、うん、まあ、そちらの講演会で、はいはい、岩井さんがいらっしゃっておりまして、はい、まあ、そちらでその後のなんて言うんですっけ、親睦会ですね、うん、懇親会みたいなのがあって、はい、はい、でそこでお願いしますって言って、はい、はい、名刺交換をさせていただいて、はい、アプローチをしたという形でございます。はい、本当に今日快諾いただいて本当にありがとうございます。はい、もうね、感動とともにすごい気になるのが、色がめっちゃ被っちゃって、私緑でこういう緑で、うん、このね、岩井さんが今回こう、ね、出された出版された本とか、はい、岩井さんはやっぱ赤で、赤ですよ、ね、赤と緑で、はい、ジジイだね、少し目立たないね、もうね、めちゃめちゃおしゃれだと思います。いやいやいや、いつもね、はい、はい、ということで、いや、もう何もね、決めずにもうぶっつけ本番がやっぱいいかなと思ってね、僕は準備するの嫌なんで。あ、はい、素晴らしい。だからこそやっぱ、いや、講演会とかでもやっぱりね、はい、なんか先にどんな話するか教えてくださいとかって言われちゃうと、はい、めんどくさいなと思って、なんかその場の雰囲気でやっぱりやるのが一番いいじゃないですか。はい、まあ、もともと令和の虎が、うん、本当に台本が何もないものなんで、はい、うん、そういうのにも慣れてるし、はい、なんかこう逆にこういうことやってくれって言われちゃうと、うん、なんか結果的にはあんま良くないことが多いんで、うん、はい、何でも聞いてください。ありがとうございます。はい、はい、怖いな、やっぱりこう皆さんのこうイメージって、はい、やっぱ私も本当すごい好きなんですけど、こう誤解を招かずに言うと、やっぱ誤解を恐れずに、あ、恐れず、もう頭がこんがらがってる、すいません、ちょっとこうです、はいはいはい、よく言われます。誤解を招かずに、誤解を恐れずに、あ、もうこれでちょっと一つ落ちてきます。はいはいはい、言うとやっぱ岩井さんって、うん、はい、キレキャラと言われるじゃないですか、言われていらっしゃる。そうですか。はい、割とこうなんか、はい、まあ、私は知ってるんですけど、はい、皆さんに岩井さんが今度ラジオに出てくれるんですって言うと、うん、はい、まず聞かれるんですよ、はい、岩井さんの、はい、キレてる、はい、やっぱ怒ってらっしゃる、はい、で本当なのって、あ、で私はもういっぱい拝見させていただいてるんで、はい、分かってはいるんですけど、全然本当ですよ。やっぱそうですね。全然本当です。なんか、あ、ここで切れた方が例えばね、伸びるなとか、そのことで一切思ってないですよ。はい、普通に生きてる、その俺の感情のままにやってるだけです。あ、はい、切れましょうか、なんか。やめてやめて、ちょっと誰か代わり仮に、まあ、最初から何噛んでんねんお前みたいな。すいません、ちょっと大丈夫大丈夫、はい、ちょっとごめんなさい。キレキャラって言われるとあれなんだけど、はい、キレるじゃないですか、うん、でガーッなってくるじゃないですか、はい、途中から正直言うと、うん、このまま切れ続けたら伸びるなってのは思うんですよ。でもその着火点というか、はい、火がつく瞬間は全然やらせじゃないね。うん、まあ、そのありのままに僕言ってくんだけど、はい、だんだん言い始めて、うん、途中でなんか冷静になってくるんですよね。うん、そうなった時に
これ俺がこのままずっとやり続けたら多分これまた伸びるのかなみたいなことは正直思うことはあります。あ、はい、なんで全くやらせてないです。あ、ということです、はい、皆さん、はい、やっぱりそうですよね。さあ今日50分間で何回僕は切れるか。はい、怖い、そこですか、はい、カウント、はい、やだ、はい、いや、僕女の人に切れたことないよ。本当ですか。ないないない。いや絶対振り返あるか。 あるわ、あるわ。私見てるかな、その回。あるわ、やっぱり嘘でした、はい、何人ぐらい。いやでも、うん、あの多分一人だけだと思います。今ふっと思い浮かぶのは一人だけ。あら、はい、それは思いっきり切れたのはね、チャンネルの中。あ、そうですそうです、青い宮崎さんっていうね、おばちゃんいて、ね、見ました。知ってんしょ。はい、あの人の時は切れたね俺ね、はい、ちょっとさすがに、はいはい、はい、確かにあれぐらいじゃないかな。まあ女の人でおかしなのあんまり出てこないから。ちょっとやばいな、はい、予備軍イエローカード出てると本当に。あのなんかやっぱりね、あの令和の虎で女性の割合って2割ぐらい、2割もないぐらいかもわかんないんだけど、はい、すごいほとんどオールなんですよ。あ、みんなお金持って帰るんですよね。あ、うん、だから変な人あんまりいない。あ、そうですか。はい、だから女性の方が優秀なんですよ基本的には。はい、絶対そうだと思いますね。はい、私も実はあのいずれはちょっとまだ岩井さんにも何も言ってないですけど、あのいずれはこちらの、僕さっきあの ここのさ、あのディレクターじゃない、なんだっけ、あ、局長ですか。局長に、はい、あの出た方がいいっすよって言いましたよ。あ、いや絶対これこそ、はい、令和の虎のフランチャイズ版タイガーファンディングに出るべきですよね、うん、はい、知ってますね。僕はあのフランチャイズ1号店でやるから。そうなんですか。でもなんか東京都内だからダメだとか言われちゃった。あー、え、同じ何県に1個。東京都はそんなんね、はい、1000万人住んでんやから、はい、10個ぐらい作ってもいいですよ、ね、そしたらあのすぐそっち行くんだよ私。あ、もう名古屋でさよなら、さよなら、はいはい、つって局長が、はい、いつもあのゆめさん一人ぐらいあっち行ったって、全然ね、何にも全然かすり傷ですよね、はい、なんかあったみたいな。いやなんかさっきね、あの控室でいろいろお話聞いてて、すっごい面白そうで、はい、なんかやってみたいなってすごく思っちゃったんですけど。ぜひぜひ。新しいですもんね、はい、あのまたちょっと、はい、もうすぐ、やっぱさっきもおっしゃってましたけど、うん、もう動画出たりとか、はい、何でもすぐ出てくるので、はい、だって僕、はい、今日あの、ま、打ち合わせで3時に来たじゃないですか、はい、3時10分か15分まで今日ラジオだと思ってますかね。そうなんです。あれ違うの。だから別にあのどんな服着てきてもいいし、ただ単に喋るだけだと思ってたのが、はい、インターネットテレビみたいな、全然俺が聞き間違えてたのかみたいな。すいません本当に。びっくりして、はい、本当に。だからなんか自分の顔がこうやって映ってるのがすごい変で、気持ち悪いですよ。いつも通りですよ。いや、すごい嫌なんですよ。もっとあのかっこよく。いやいや、もう本当に。映っておりますよ。はいはい、でもなんかね、先ほどその話で、はい、やっぱあのジャガー横田さんのお話になりましたけど、はい、あの令和の虎にもあの木下さんが、はい、そうですね、はい、出ていらっしゃって、素敵な方ですよ木下先生は。本当になんかね、はい、あの自分でもなんだけど、はい、すごく僕のこと慕っていただいてて、はい、なんか年齢も令和の虎の中では上の方なんですよね、はい、割と僕に近いので、はい、まあでもそうは言っても一回りぐらい違うと思うんだけど、岩井主催、岩井主催って言ってすごいね懐いてくれます、はい、懐いてくれて失礼だけど、はい、ね、本当にね、なんかね考え方が近いですよ僕、清瀬先生と、はい、なので収録中もよく目が合うし、はい、あ、同じこと考えてるなと思って、あの人がお金出す時って僕も、あ、出したいなと思う時です、はい、最近はあの受験生版だけじゃなくて、はい、本家でも虎で出ていただいてるんで、はい、よくお会いする機会があるんですけど、はい、でジャガーさんにも何度かお会いしました。なんか出てらっしゃいましたよね、はい、いやでもね、本当最初に一番最初大事にしよう、ちっちゃーみたいな。え、そうなんですか。ちっちゃいの、すごいちっちゃい、それは意外、うん、ものすごい小柄な方ですよ、はい、でも なんかふざけて、はい、収録の時に僕の隣にいらっしゃったんだけど、はい、なんかガッて破壊締めされてグッてやられた時めちゃめちゃ痛かった。痛かったんですか。本当に、あ、やっぱ力はすごい、すごい力、はい、小柄だけれど、でもあの家族面白いね、はい、本当にすごいと思います、はい、あの息子の、うん、大志くんも来てくれて、はいはい、3人で収録したこともありますし、あ、また僕入れて4人でね、はいはい、大志くんもなかなか面白いですよ。わ、はい、そういったところでもね、何かアズリートはご縁がびっくりしました、ね、本当に今日の朝僕が X でつぶやいたら、はい、なんかそれリツイートしてくれて、はい、で鳥越にも来てくださいよとかで、なんだ鳥越ですよね。でよくよく見たら、あ、何このアズーリってその鳥越っていうところなんだって、
でも鳥越ってどこにあるか知らないじゃないですか、はい、さっき局長に、うん、どこですか鳥越って浅草なんですよね。あ、そうなんですね、はい、私もまだ行ったことなかったので、はい、で なんで木下先生が鳥越にも来てくれって言われてるのかはさっぱり分かんなくてこのお邪魔したら急にね控室にジャガさんが言ってこういうことだったんだと思って初めて知りました。はい、はい、実は繋がって。まずは今度鳥越にお邪魔しようかな。あらー、はい、すごーい、はいはい。私すごい貢献した。本当にもうだからもう局長さんにもすごい褒められました。本当に呼べるのかと。ほう本当に呼べるのかと。あんなにすごい方を。そうすごくないから。何にもすごくないじゃないですか。ただのエロジジイです。あ本当ですか、はい。まだエロ見たことないですけど。当たり前じゃないですか。これからです皆さん新しい岩井さんが見れるかもしれません、はい、いや僕ね普通にねライブ配信とかで言いまくってるんですね。そうなんですか。令和の虎って、はい、出てる社長たちが問題を起こしまくるじゃないですか、うん、今までも、はい、でこれある人たちが仮に問題を起こしたって、はい、まあその人当然当事者で、うん、まあたまにねしばらく出れなくなる時とかあっても、はい、令和の虎そのものが潰れることってない。僕が何かで思いっきり叩かれたら、うんはい、令和の虎はやれなくなっちゃうじゃないですか、はい、だから事前にそれを防ぐためには自分で言うといた方が早いんですよ。確かに。僕は今風俗の帝王って言われてます、ね、はい、あれ知らなかったですね。元気な時はデリヘル3回呼ぶって言ってますね。まさか、はい、そうするともうみんなが、はい、もうなんかちょっと何か言っても、はい、しょうがないで祝い風俗の帝王だからだからこれが予防線なんですよ。あ、ね、大事なの。僕だってすでに傷持ってんの、うん、それぐらいだもん。別に傷だと思ってないけどね。はい、それは全然。そう、ね、普通の素人の女の子に手出しちゃダメなんですよ。はい、素晴らしい。まあ、結婚してますけど、ね、はい、まあ一応生配信でございます。一応言っときます。一切僕の SNS を見ないんですよ。あ、そうなんですか。だから令和の虎を一度も見たことがないです。すごい。だ僕のそのね YouTube とか、はい、Facebook とか何にも見ない、うん、やっぱ表に出られるのが嫌っていうのは。そう1年半ぐらい、うん、あんたさ令和の虎ってなんでやってんのみたいなことをずっと言ってたぐらいですよ、うん、はい、だからもう本当に僕は何言ったところで、うん、彼女の目や耳に入ることがないんですよ、うん、だから何で見てやります。はい、みんな驚きましたら岩井さん奥さんにこれ聞かれたらどうぞ。聞かないもん大丈夫みたいなっていうか今日局長にこれ NG なしなんだって言われたんで、はい、冒頭からこんなこと喋ってる。本当にいいのかこれ。大丈夫大丈夫、大丈夫、私 OK 向こうで OKOK 言うてる。 OKOK、OK、 もうそんなみんながもう喜んでしまいますよ、はい、本当にお祭り騒ぎですよ多分ね今日本中がお祭り騒ぎになってると思う、はい、これ本当知られてまずいこと何にもないんで、はい、はい、わーよかった。その辺これに書いてありますけどね。あ、はい、もう読みました、拝見しましたよ、はい、もうここまでね私がちょっと突っ込んでいいかなっていうところがあるので。違う、こういうのは拝見しましたよ、はい、拝読しました。あ、失礼いたしました。に本なんだから見るんじゃなくて読むんだ。拝読だ、拝読、拝読、はい、はい、岩井社長風俗の帝王、拝読。さては中卒だな。高卒です。一応でも、はい、もうずっと音楽に集中してたんで芸術しか、うん、なんか美濃加茂って言ってたじゃん。はい、さて美濃加茂高校でしょ。あ、なんでわかったですか。え、美濃加茂高校、これ喋っていいのかな。いいですよ、はい、はい、美濃加茂高校って昔、はい、野口五郎っていう歌手がいて、え、ね、有名じゃないですか。そう、野口五郎の出身校でしょ。知らなかった。そうなんですよ。そこ頃スーパーバカな学校だって言われてて当時は。はい、はい、はい、誰でも入れる。だから言ったんですよ。 そういう意味で言ってくれたんですけど。皆さん、美濃加茂高校は誰でも入りますから。ひどいひどい。でもこれでもね、はい、これでもいいですか、ちょっと、はいはい、弁明させてください、はいはい、一これでもマーチングで全国大会いて。マーチング、はい、吹奏楽部、吹奏楽 の、うん、歩くやつ知ってますよ、知ってます。だって僕応援団だから、あ、大学の応援団って吹奏楽部が入ってるわけですよ、はい、だから彼らはドリルとか、うん、マーチングとかバンバンやってましたから、すっごい大変ですよ。大変です。かっこいいよね。かっこいい、めちゃめちゃかっこいいですよ、はいはい、めちゃめちゃかっこいい。もうあれをそう、もうでっかいチューバー、こんなでっかい楽器持って、文化系の、ね、部活動だと思ったら大間違いで、吹奏楽ってものすごい体力使うんで、はい、本当にそうなんですよ。チアリーダーも同じなんですよ。チアリーダーって華やかに見えるんだけど、はい、おそらくスポーツの中でも指折りの本当にハードな、ね、トレーニングやってるんで、もう応援団もちろん楽団来た、はい、ね、僕らリーダーもそうなんですけど、うん、本当にみんな地獄のようなね辛い思いして、はい、ああいうことやってるんですよ。そうですね、分かってますよ、吹奏楽部は。
はい、ただもうあの拝読して思ったんですけど、うん、私たちは目的があって、はい、拝読して、はい、もう目的があって私たち言ってたけど、はい、その岩井さんの場合ってその目的のない、はい、延々にね、はい、もうひたすら辛い毎日そうを、はい、もうこう練習を費やしてっていう、ね、はい、はい、ごめんなさい、はいはい、だからそこはやっぱ違いというか、はい、同じ辛さでも目的があるのとないのってやっぱいやめちゃくちゃ違うと思うんだよね、はい、で本当に目的がなく、うん、あれだけ辛いことをやった経験が、はい、多分人にはない経験で、はい、今の僕を作ってると思いますね。だからあれだけ不条理な中で、はい、なんかこう経験したことって、うん、あもう俺人生の中で死ぬまでにもう二度とないだろうなと思うわけですよ、はい、でそういうことを経験しちゃったからどんな不条理でも、まあ、確かにこういうことあるわなって思えちゃうっていうか、うん、そんな感じはしてますよね。そうですね、はい、いや皆さんね、もうなんかこう、はい、やっぱいろいろねこう、うん、大変な時ってやっぱあるじゃないですか皆さんね。でストレス解消法とか、うん、このどうやって何かこう溜まった疲れだったりとかストレスを発散してるのかってすごい気になるんですけど、よく言ってるんですけど、はい、僕あの疲れないし、はい、ストレスを感じたっていう感覚を持ったことが人生で一度もないんです。おあのストレスって感じますかやっぱりって思っちゃいますね。思っちゃいます、はい、ないんですよ、本当にないですよ。別になんか威張ってるつもりないんだけど、はい、何だろうストレスってっていつも思う。うわすごい、はい、だからストレス岩井社長のストレス発散は何ですかって聞かれると、いやストレス発散も何もストレス感じたことがねえからなと思いますね。そうです。ただ振り返ってみて、うん、あこういうことで俺もし自分は気づかないけどストレス発散してるのかなと思うのは、うん、やっぱオンとオフですよね。やっぱ、うん、あの仕事がオンだとすると自分にはオフもあるわけで、それは今であれば東京にいますから、うんはい、銀座とか六本木のクラブ行って、うんまあねうん、女の子たちとバカ話エロ話してる時に結果発散してるのかなとは思いますけど、あでもあ発散できたとか、はい、いや最近ストレス感じるから何かやろうかなと思うことは全然ないです。あ、はい、やっぱり楽しんで生きて毎日充実して生きてるという、あそもそもあの休みたいって思ったことがないんですよ。これマジです。あの僕あのこう見えても、はい、最初ねあのサラリーマンやってましたから、はい、あの塾の前違います。あの僕はリクルートにいたんで、はい、その時も会社を休みたいと思ったことがないですね。あ、はい、何ですかこれ。あこれすみませんお話の流れ、こちら私のスポンサーの商品で佐藤キビス。日本酒飲み始めるかと思った違いますあのこれあの健康にいいんで、はい、骨折されてたじゃないですか岩さん、はい、でこれあのカルシウムとかマグネシウム、はい、多いんでカリウムと佐藤キビス、はい、そうなんです。え沖縄なんですかこれ。そうなんですよ沖縄南城。このサトウキビスを販売されてる方が、はい、梅さんのスポンサーなの。そうなんですよ実は。これを愛知県でやってるの。私がその商品を取り扱ってらせていただいてますけども、はいはい、まだあの販売経路とかもちゃんとしてないんでこれからやっていこうと、はい、思ってまして。この会社はどこにあるんですか。南城市、沖縄の南城市。沖縄の南城にある。はい、ございます。ゆめさんのスポンサーは沖縄の人なんだ、はい、そうなんですよ。なのに沖縄に一回も行ったことないという、はあ、はい、あの早くそちらに行きたいんですが。どこで知り合ったんですかこの方と。それは夜私が、まあ、お仕事してるんですけど、はい、ちょっと初めて皆さんの前にも言うんですけど、はい、言っちゃっていいのそれ。あ、もうそれは岩井さんのだからもう何でも言いますよよし、今日は暴露大会にしよう。よし、ましょう。ああ、もう仮眠わかった。夢のカミングアウトで本当ですか。カミングアウトで、はい、マジですか。大丈夫ですか本当に言っちゃって。いいですよ、あの岩井さんがあの全部私の責任を背負ってくれるんだったらもうあの何でも。なんで割り箸が出てたんですか。あ、これあの混ぜます。マドラーなんか食べさせてくれる混ぜるためもうそんなのなんか美味しいご飯からが出てくると思って今割り箸が出てきた。すいませんすいません、ご飯あったかなあ、食べ物ありますよ。大丈夫です大丈夫です。本当、はい、今日は出前館で撮ります朝から。あ、うちの嫁さんご飯作らないですよ。知ってますよ、うん、はい、もちろんしてますよ。今日どうするのって言ったらモスバーガーって言われたんで、はい、朝っぱらからモスバーガーのフィッシュバーガーとオニオンリング食ってさ、はい、え、結構じゃ あのウーバーイーツとかは利用されます。もう本当にあの僕出前館派なんですけど。あ、はい、あ、もうな、ね、月のね、はい、出前館の支払いが、うん、20万とかあります。20万もするんですか。はい、すごいですね。高いじゃないですか出前館って、そもそも、はい、うん、ね、それで
例えば僕の東京のマンションに、はい、あの麻雀打ちに来る子がいっぱいいるんですよ、うん、そうするとその人数分で、はい、まあ、せっかくだから出前館といえども美味しいもの食べさせてあげようと思って、うん、例えば叙々苑でね、はい、ちょっと弁当を頼んだら一人に3000寄せするわけですよ、はい、普通にそんなの積み重ねでいつも請求が今月も20万だとかってありますよね。すごいな、額が違いますね、はい、そうこちらだけの名古屋でいる時だけではないですよね、はい、東京の。そうそう、あ、もちろん。で名古屋に帰ってきたら、はい、嫁さんとは外食ばっかりです。うーん、だ今日もこれ終わって帰ったらどこ行くみたいな話ですよね。いや、なんかいいですね、素敵。本当にあの家でご飯作らないので、はい、365日外食です僕は。奥様も幸せだなと思います。健康には悪いって分かってるんだけど嫁さんがご飯で下手なんですよ作るの。あ、そうなんですか。そう、あら、新婚の時は一応ね頑張って作ってたの、はい、で、うん、まあしょうがなく、うん、あの帰るじゃないですか、夜、はい、まあ並んでるんですよご飯が、うん、で食べるたびになんでこんなに味が薄いんやろうとか言えなくて言えないんですか。いや言えない、ちゃぶ台返しとかしないんですか。言えないからどうしようと思ってたら、はい、彼女が働き出したんですよ、はい、でまあお前さって、あのお前って言っちゃいけないかな、お前言うんだけど、あの掃除も洗濯もやってご飯まで作ったら大変じゃん、もうご飯作んなくていいよって言ったら本当みたいなそっから一度も作らないので、はい、あの僕はもう30年ぐらい、はい、あのオール外食です。あ、まあ、でも一応健康に生きてますよ、はいはい、やっぱ心のストレスが一番ないことが大きいのですかね、うん、これ飲んだ方がいいね、はい、では、はい、ご一緒に。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。今日はポサがハッピーバースデー、あ、何これ、お誕生日おめでとう、あら、ハッピーバースデートゥーユー、宣伝ちゃっかり、あら、イエーイ、すいません、お誕生日いただきました。炎がね、炎が無理だね。ハッピーバースデートゥーユー。え、これここでライターつけてまずいよね。え、あるんですか。ありますよ。あ、じゃあ私がやります、はい、だってお祝いの、あ、しかも私の大好きなショッキングピンク、あ、ダメダメだって。なんでダメだった。ダメ、あ、探知機、あ、危ない危ない。いや、それで面白いけど怖いわステイエーイ、実はこれ、あ、ハッピーバースデイトゥーユー、はい、はい、はい、岩井さん&、はい、夢なんですよね。はい、おめでとうございます。13日ですよね、3月の12日。私10日なんです。あ、10日、はい、なんかだどっかで見たんだよ、そういえば。あ、誕生日近いなと思って。そうなんですよ、ね、しかも左利き、はい、私も左利きででしたね、さっき、はい、左利きがってましたもんね、はい、はい、だからもうちょっと、え、でも これは岩井会長、あ、はい、アンドユメって書いてある。さっきあの下で偶然会った時にこれ抱えてたんだ。そうなんですよ、だからネタバレネタバレと思って全然わかんなかった。よかった、はいはい、そうなんですよ。いや、ありがとうございます。皆さんにも見てもらおう、はい、あ、アップできるの、これ見て、あのズーズーしく、あの岩井会長&夢って書いてある、ね、はい、ね、ちゃんと年齢不詳ですか。あ、私は言ってます。おいくつになられたんですよ。36です。36、はい、63年生まれ、はい、え、今年たつ年、あ、はい、年はね、え、ヨミさんは何年生まれ。僕ネズミですね。あ、一番目ですね、はい、ネウシトラの一番最初、はい、あら、もう嬉しいです。いや、次の年男まで生きてられるとかわかんないからさ。次だと何、72だもんね。いけますよ。え、だってあれ本に書いてなかったでしたっけ、70いくつかまでやるって言われたって。まあ、それは占いだからね、何とも言えないし、あの人生なんて分かんないじゃないですか、うん、確かに確かに、はい、で今日死ぬかも分かんないんだよ。でも本当それめちゃめちゃ思います。だってこの帰りに僕タクシー乗ってトラックバーン突っ込まれて死ぬかも分かんないじゃないですか。やだ、それはね誰でも同じですよ、はい、どんなに若くても、はい、はい、そう思います、はい、そう思うと、うん、本当にこう一瞬一瞬、もう一日一日が本当になんか、うん、ありがたいなと、ちょっとしたことで思える。本当に思う。いや、本当に思います、本当に思います。いや、そんな毎日ありがたいと思って生きてる、はい、たまに思うようにします。でしょ、たまにでしょ。毎日は思わないんだよ、無理だ人間それは。さすがにきついかも。そう、はい、よく言うやん、語弊があります。一日一日大切に、大切にしてないで、みんなしてへん。そんな毎日大切に生きようと思ってたらおかしいやろ。待って、これ3カウント目かな。は怒りカウント3カウント目かなと。ええ、あの、なんか口だけのやつはそういうこと言うんだけど、はいはい、あの、そんなわけないです。確かに、はい、毎日ずっとではないですね。だって昨日自分がやったことも覚えてませんよ、僕。
今日夕方ぐらいになると今日の昼ご飯何食ったか忘れますからね。いやそれは言えます、はい、本当にあのね、はい、年取ったら分かるんですよ。え本当に記憶力ってね、はい、やばいっすよ。すごい本当に全部忘れる。最近志願者と事前の面談もしないので、はい、出てきて初めて会うじゃないですか、はい、であの例えば、うん、僕たまに虎で座るんですね、はい、でこの間もあの虎で座った時のなんか記憶があまり定かじゃなくて、はい、で一人でねあの見てたんですよ配信を、はい、当日の配信を、うん、たらあれこの人って見覚えあるなと思って、はい、この人の時俺司会やってたっけな、どうだったっけなと思って見たら僕があの語学で虎で座ってるわけですよ、はい、あれ俺虎で座ってたわと思ってで、はい、あのピューってあの早送りして、うん、最後の最終決断だけ見ようと思ったら、はい、この人どうなったか、うん、たら最終決断がないんですよ。えで、うん、え最終決断ないってことはどういうことこれ途中で誰か出してんのと思ったら、うん、俺が800万一人出してたんですよ。それだって忘れたんですか。これマジなんですよ。マジで俺が出してたのそれを忘れてる本当にびっくりして自分で、はい、そういえばそうやったと思って、はい、あのなんか細井さんに、はい、うるせえんだよ細い方々言いやがってとかって言ってバーって出したんですよね。わーじゃあもうどっちかというともう出そうっていうのよりはもう流れなんです。でも全部それを忘れてるんですよ。わおそれぐらいやばいです。とんでもない。だって僕ほとんど司会やってて、はい、虎では座ってないじゃないですか、はい、たまになんですよ、はい、でもたまたた例えば司会の席から6人目の虎とか言いながら出しちゃうこともあるんですよ、はい、でこれ今まで俺いくらぐらい出したんだろうと思って、うん、これは社員に、はい、ちょっと悪いけどトータル全部あの、うん、誰にいくら出したかあの紙にしてっつって、はい、でいくらぐらい出したかな 6,7 千万出したかなと思って紙が来たんですよ、はい、見た瞬間一番下見たら1億3000万やばい。もうあのさすが1億超えてるとは夢にも思わなくて、はい、ゾッとしましたね。かなりゾッとしますね、はい、大体帰ってこないんで彼。えどうですかその今あでも僕は、はい、出した子たちは、はい、みんな結構帰ってきてて、はい、その最初に一人出ししたのが、うん、それも800万だったんですけど、はい、もうすっごい叩かれて、うん、で三浦会長っていうね、はい、あの虎の人にも、はい、後で控え室で岩井さんあれはないわ絶対じゃダメだよって言われた。で僕はいや大丈夫ですかあいつ返しますよっつって、うん、で彼はあのしょうもないお金の使い方だった。なんかって資金繰りが苦しくて、うん、でも今800万あればうちの会社を持つと、でちゃんと倍にして返しますって1年で、うん、要は800万出したらもう1600万で返す1年で、ね、はい、帰ってきました11ヶ月で。本当ですか。11ヶ月で1600万年帰ってきましたよ僕。すごい。だそれで800万僕儲けさせていただいた。すごいでしょ。それはすごい。であの本当に僕が出した子たちは結構うまくいってます。でも他のドラが出した子たちは、はい、大体失敗してるのが多い。うーん、なんかちょっと違う桑田さんチャンネル最近、はい、拝見であったのかな、はい、見してるんですけどあのやっぱ林社長さんとかもちょっと嘆いていらっしゃったのは、うん、はい、はい、みんな見る目ないんですあ、吠えてます。事業プランとかで出してるからダメなんですよああ人で出さなきゃダメなんですよ。わー素晴らしい、はい、だ僕だってマーレーの虎の時も8組出したけど、うん、一応みんな今も続いてますよ。お金全部返ってきたしね、はい、イデラッキュ以外は。あ、イデラッキュさん。イデラッキュ1円も返してないんですよ。あれ、あら、はい、1000万出したの。それは初耳、はい、どこでも言ってんだけど返せ早く本当にな、売れなくなった芸能人ほどクソはないね。あら、はい、まあいつらはね最悪ですよ。あら、はい、皆さん芸能人騙されちゃダメよ。ダメですよ、はい、皆さん本当に、まあ、ダメダメ、はい、本当に売れなくなった芸能人だけは絶対信じちゃいけない、はい、なんか今敵にも私もなんか誰かを敵に回したかもしれない怖いあのこれごめんなさい包丁なくて、はいはい、よかったらそのまんまいいですか割らせてもらって、はい、すどうも失礼いたします。のせっかくなんで、はい、あの私やっぱ音楽をやらせていただいておりまして、はい、岩井さんの好きな音楽とか、はい、その思い出の音楽ってないかなっていうのをお聞きしたいんですけど、まあ、あの自分でカラオケで歌うことも好きなんですよ、はい、知らないと思うけど、はい、僕が18歳の時に、うん、はい、この世にカラオケっていうのができたんですよ。18歳なんですか。そう、
でカラオケボックスじゃなくて、はい、カラオケが置いてある店とかができ始めたんですね。はい、はい、でそこに行ってすごいことになったなと思った。え、なんか要は素人が普通に音楽をね聴きながらちゃんと自分で歌えるっていうのが、うん、そっからなんですよ。そう、18年。そう、それまではなんかジュークボックスとかって言って、はい、100円入れると音楽を聴けるのはあったんだけど、はい、自分が歌えるっていう世界は、うん、まだ始まってから45年です。あ、そう思うと不思議。そうなの。だってあなたたちはまだ若いから、はい、生まれた時からカラオケがあったでしょ。はい、ありました、ね、その通り。カラオケって何の略か知ってますか。カラ何でしょう。カラ何ですか。知らないの。はい、カラオーケストラなんですよ。あ、はい、カラオケカラオケのカラはカラカラ、もう本当にあの空の、そうです、そうです、のオーケストラ、そうなんですか。それがカラオケなんです。はい、めちゃめちゃ勉強になります。はい、あの、はい、住吉町にカラオケ道場っていう店ができて、はい、でそこで僕ら、はい、その浪人してた時に、はい、あのしょっちゅう行って歌ってましたね。はい、へー、1曲100円ですよ。わー、はい、そっからずっと歌ってましたね僕。え、何歌ってたんですかその時は。あの頃は、はい、ド演歌。おー、演歌、まあ、しかもあの人気者みたいな似合いそう花と竜とかわー、知らない。で、俺大学入って応援団やったんで、はい、やっぱ先輩たちが、はい、そういう歌しか歌わせてくれないんですよ。あー、オスの、そう、はい、だ本当に、うん、いわゆるヤクザものですよね。はい、そういう歌ばっかり歌ってたんだけど、はい、ある時、はい、僕大好きな歌手に出会ったんですよ。それは尾崎豊です。尾崎豊は死ぬほど好きで、でずっと、はい、まあ彼だいぶ僕より若かったんですけど、はい、ずっと聴いてたんですよね。はい、で僕が32歳で結婚した年に亡くなったんですよ。はい、あ、その年だったんですか。すっごいショックで、はい、で嫁さんに、うん、尾崎豊が死んじゃったって言ったら、うん、え、あの函館、何、函館本線歌ってる人とか何の話なんだ尾崎豊と山川豊を間違ってたんです。全然違う、マジで全然違う。で、尾崎豊知らないのみたいな。逆に、そう、そうなんだ。今でも尾崎が大好きです。僕の18番は尾崎豊。あ、はい、もういいですね。あの I love you とか、まあ、もちろん I love you すごく歌うんですけど、はい、シェリーとか、あー、はい、あと、あのもう少しマイナーな歌で、はい、あの例えばバウとか、はい、あのいろいろ歌いますよ。はい、あの尖った歌は何でしたっけ。それは盗んだバイクで、19歳の地図。あ、違うかですかね。 15? あ、15の夜だ。あ、15の夜だ、そうでした。あ、すごい、はい、やっぱりあの今日こうやってお会いして、はい、でも YouTube でこうもちろんもうそのままですよね。岩井さんだ岩井さんだって思ったんですけど、はい、この肺声量がやっぱすごいなってさっきも、まあ、これはね、もともとは多分僕は中高水泳部だったんですよ。はい、で水泳部って肺活量がなんかこう鍛えられるみたいなんですよね。はい、なんで応援団に入って最初にあのエールを切る練習があるんですけど、うん、まああの湖で、ね、うん、あの湖に向かって砂浜で、はい、フレーってやるんですね。はい、大体合宿やると1日目にみんな声が潰れるんですよ。でも僕だけ潰れないんですよ声が。どんだけ声を出しても声が潰れないんですよね。はい、で先輩にうわー殴られて、うん、なんで殴られんよと、てめえバカ野郎ってお前声が潰れるまでやれって、いや潰れないんだもん、しょうがないじゃんみたいな。潰れないのはしかない。ってね、僕だけわーって出してるわけで、手抜いてると思われるわけですよ。うん、でそれぐらいで、例えば、はい、一日中収録やってずっと司会やって喋、うん、り倒して、うん、その後だ飲み行って、はい、カラオケ行って、うん、声枯れるじゃないですか。はい、2時間したら戻るんですよ。すごい。だから僕はあの一日声が枯れるってことはないですよね。へー、あ、今日なんか歌いすぎて声枯れたと思っても、はい、2時間で治ります。そんな僕が、はい、今から12年前か、うん、こんな声に、はい、3週間も、そうで、あ、これやばいと思って、はい、だって絶対声枯れないのに、うん、3週間治らなかったんですよ。うん、あ、これ絶対俺喉頭がんだと思って、うん、であの東京の町医者に行ったんですよね。うん、たら女医の先生が、はい、バーって僕の中に突っ込んで鼻から、はい、でモニター見ながら、あ、やばいやばいやばいって、先生やばいってがんですかって、間違いなくがんだねって言われて、はい、であ
つんく♂さんがなった時と全く同じで、つんく♂さんとも全く同じ、喉頭がんでした。わで、すぐにあんた病院行きなさいって言われて、はい、で愛知県のがんセンター行ったら、はい、あの喉頭がんの専門、専門がんかなでステージ2だよって言われて、うん、で、まあ、手術しましょうって言われたんで、はい、手術したらどうなるんですかって言ったら、うん、すいません声帯なくなりまして、いやそんなこと簡単に言うなよ、うん、みたいな、放射線で治してよって言ったら、いや放射線治療もやれますけど私は一応あのね外科医なんで手術をしてしまって、はい、あんたが勧めても俺は嫌だって言ってんだから、うん、放射線で治してくれよって言ったら、放射線やりますけど今の声が最大ですねって言われました。でその時本当にこんな声だったんですよ、はい、でタクシーに乗っても行く場所を言っても、うん、運転手さんが聞き取れないぐらいの、うん、終わったと思うわけですよ、はい、喋りで生きてきたんで、うん、でいやもう俺終わったわと思ったんですけど、まあ、これから先コピーライターでもやるしかないかなと思って行ったんですけど、うん、まあ はしょりますけど僕病院じゃないところで治しました。民間治療で、温熱治療ってなんですよ。へー、がん細胞って 42.5 度の熱に弱いんです、はい、でその 42.5 度の熱をこのぐらいの機械で10分間だけここに当てられたんですよ、うん、ただ10分経ってピューそれが終わって、はい、たらその人はどうやね岩井さんって言ったら、いや先生どうもこう声出てるみたいな、それで本当に治っちゃって喋れるようになったんですよ。でも治ったと思わないじゃないですか、うん、でもう一回がんセンター行って、はい、細胞取ったらがん細胞なくなってたんですよ。すごいですね。でも5万円で治しました。5万円、それすごい、はい、いやちょっと喉のがんを熱で治すってちょっと初めて聞いたかもしれないです、ね、本当に治っちゃった、はい、すごい。でその次の年に遊びほうけてたら今度は狭心症になって倒れて、はい、死にかけましたよね、はい、2回も死にかけてたらもう余生です余生。でもね、はい、もうまだまだこれからもたくさんの人をこう幸せにしていただくっていう使命だから、使命があるんで、岩井さんは多分長生きするだろうなと私は勝手に思っておりますけど、じゃあここでちょっとあの CM を挟みましていただきます。よかったらケーキを、はい、はい、いただきます。ちょっとごめんなさい汚くて。あ、なんか飛んだあの人はその社長なの？あ、違います、まだねあの出たことなくてこちらの曲に、はい、この方は栄のオードビー栄っていうところで、はい、薬油砂防というお店をやってまして、はい、じゃあせっかくなんでちょっといただきますね。はい、ぜひぜひ、はい、ちょケーキは何がお好きですか？甘いもの食べますか？すごい食べるんですけど、はい、最近やっぱり年食ったからなのか、はい、これ洋菓子より和菓子の方が好きですかね、はい、あ、そうなんですか、うん、ケーキのねスポンジがあんまり食えなくなったかな。あ、食べれますけどね、はい、好んで食べなくなったかも。あ、そうですか、はい、そうですね。あ、全然大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。これ食べたり飲んだりしてやってるんですか、いつも？はい、食べるのはあんま少ないですけど、うん、今回はやっぱ誕生日があったのでやっぱお祝いを。今年の誕生日良かったですか？いや、一人で過ごしておりました本当ですよ、悲しい、まあ、今日暴露会ってねさっきちょっと言っちゃったんで、あの正直に言います。こう正直に言うと、正直に言うと本当にそうです、うん、あ、寂しいやばい、軽く言いなされてしまった、はい、あ、募集中でございますので。もう僕はね、はい、誕生日週間 2,3 週間やばいっすよ、うん、毎日なんか呼ばれて。でもさ、見ましたよ。いや、はい、分かると思うんだけど、はい、ね、あのいわゆるナイトクラブですよ、うん、ナイトクラブに岩井さん誕生日だから来てって言われるじゃないですか。行きますよね、はい、お祝いしてもらいますよね、ちょっとしたプレゼントもらうじゃないですか、うん、一体その何倍俺はこの金を払って本当にその通り、はい、で僕今酒飲まないから、はい、シャンパン開けなくていいっていうわけですよ、うん、ね、だからシャンパンはお店からじゃなくて、うん、係の女の子が自分で自腹切るわけですよね、はい、だからもったいないじゃないですか僕飲まないのに、うん、だからもうそんなこといらないからっていうから、あんまりその僕の係の女の子は、うん、あの腹が痛まないわけですよ。うん、うん、でもなんか何人か連れて行くから、うん、バイバイゲームだから、うん、ね、銀座とか六本木って
名古屋のってどのぐらいするか知ってます？知らないで、あ、席料は倍ぐらいするとは聞いてるんですけど。いや、倍どこの騒ぎじゃないですよ。だいたい普通に飲みに行って、はい、1人で12、3万はかかりますよね、最初の。はい、それお酒入れるのか、入れなくても。あ、クラブのお話です。はい、はい、すごいです。だから僕錦で慣れてたんで、錦って、うん、高くてもクラブでせいぜいセット料金が2万3000円とかなんですよ。僕の行ってた時代はほとんどのクラブがセット料金で1万8000円ぐらいで、はい、で金銭っていう老舗のクラブがあるんですけど、金銭だけ2万3000円とかだったんですね。で金銭は一番高いって言われてた。これでも税金とかサービスは込み込みなんですよ、はい、だから変な話、ボトルとかシャンパン入れなければ、ね、早っ、2万3000円払って帰ってこれたんですよ、はい、だから10万持っていけば4軒行けるじゃないですか、はい、銀座で同伴して2軒行ってアフター行ったら100万かかりますよね。やばい、本当に。本当ですか。で俺初めてその遊びして帰ってきて寝て朝目覚めた時に、はい、あ、俺昨日銀座行かなかったら軽自動車買えたわと思いましたね。ですね、本当に。それ何だろう、全く違う。だから名古屋と使われたんでしょう ね。でも怖いよやっぱね、はい、それから二十何年経って、はい、それ普通になって慣れちゃってますからね。だって、だって1億ですもんね、出資した額も1億分ですもん。そう、私ね、ちょっと10分前になっちゃったんですけど、はい、もう一つちょっと、まあ、プレゼントというかサプライズがございまして、はい、あの NG なしとおっしゃってくださったじゃないですか、はいはいはい、あのすごい、あの恐縮ながらというか、うん、言葉間違えておりますけど、はい、あの足出していただいてもいいですか。足靴下脱いで足を、はい、出していただいて。私やっぱり、はい、一ファンとしてやっぱずっと頑張っていただきたい、やっぱたくさんの人を幸せにしていただきたくて、はい、私にできることってなんだろうと思ったら、はい、怖いよね、怖いですよね。あのお願いします。何何、足を上げられますか。え、これ乗せるんですか。はい、お願いします。本当に。はい、あの、しなくなければ。ちょっと待ってね、私あのマッサージをねもともとやってて、ちょっと、あ、あげます。はい、大丈夫ですか。はいはい、辛くないですか。あ、大丈夫です。本当ですか。何、一番楽な、はい、なんか大丈夫です、はい、で、なんかこの新しい、こう岩井さん、なんかさすがにこういうシチュエーションを皆さんに見ていただくことってないじゃないですか。はい、どうですか、偉くないですか。いや、っていうか、なんか僕の足があなたのあそこの近くに行ってるのがちょっと怖いんですよ本当に。とんでもない、とんでもない。そうですか。どうせなら足じゃなくて手の方が嬉しいですからね。あ、手にしますか。違う、嘘です。あ、そっち。あ、こういうことか。え、こうやって、まあ、まっすぐっていらんですよね。どういうこと、まっすぐって。足をまっすぐ、はいはい。椅子ってもう一個ないですよね。なんでって、あの、私マッサージやってまして、はい、やっぱりこう歩かれないですじゃないですか。全く歩かないです。それで、はい、あ、ありがとうございます。あのね、足をここなんか固定でできます。高さ一緒かな。いいですか。すみません。楽な、はい。どうですか。楽ですか。はい、はい、楽です。ちょっとね、で、私ができることって、ちょっとこういうツボをして、ちょっと心臓とか体を。え、これ何か勉強したんですか。あ、いや、勉強というか。はい、あの、資格なくてもできるじゃないですか。はいはいはい。で、今、うん、で、昔ちょっとそういったところで働いてまして。あ、そうなんだ。はい、なんでね、私ができることってちょっとこういったことなので。よかった、足の爪切ってて。あ、ちょうどちょうどよかった。昨日の夜切ったんですよ。あ、本当ですか。本当に。皆さん、なんか見えない。何やってるの、全然わかんない。ちょっとモザイクみたい。怪しい。怪しい。でもね、これね、ちょっとね、あの、やっぱりいつもあのストレス感じられないと言ってもね、やっぱ体は正直ですので、ちょっと失礼しません。あんまり上手じゃないかもしれない。僕の足の指、人と違うんですよ。わかります。あ、私ね、テレビ、YouTube で見たんで。見た。林社長の足見て、はい、って、はいはい、あの、何だったっけ、親の、あ、ちょ、あのね、多くの人が親指が一番上にあるんですよ。はい。だけど僕みたいに親指よりも間違いなく人差し指のが長い人がごく稀にいるんですね、はい、でこれって親より出世するって言われます。あ、そうです、親より出世するの。はい、そう、なんか配信しで、俺そんなことを若い時に聞いたんだけど、はい、えって、普通に考えたら自分の足が当たり前に普通だと思うじゃないですか、はい、そんなのみんなこうでしょと思ってみんな脱いでみたら、みんな足ってやっぱこうなんですよね。
そうなんですか。そうなんですよ。ちょっとほらね、うん、あ、でもあなたも親指より人差し指のちょっと長いよね。色悪いけど。こうして珍しいですよ。え、本当ですか、うん、はい。そうなんだ。え、みんなにね、お見せできないのがあれだな。あの反応だけお楽しみください。でもそう痛がってない痛くないですか、はい、これこれ、はい、人差し指が出てるんですよ。そうなんですよ。アップできてます。これ珍しいですよ、はい、らしい。え、どうですか、痛くないですか。もうあの時間がそんなにないのにこんなことやってていいの。そう、これを私はやりたくて。あ、痛いですか、これ。気持ち痛い痛い。え、本当にここ肩です。肩肩肩と、で今だって鎖骨折れてんだもん。あ、そうだった、はい、ほら視力5分前だよ。これ大丈夫。視力5分前になんで叫んでんの。痛い痛いですか。肩です。あら、あらららこれ肩が痛い。肩が悪いよこれ。あとね、ここが心臓が悪いっておっしゃってたけど、この手大丈夫ですか。大丈夫です。あ、肩、はい、肩かな。じゃあ肩が一番。そりゃ今肩やばいっしょ。そうですよね。あの鎖骨が折れたことで、はい、やっぱこっち側にも負担がきてて、はい、僕マッサージ週に3回くらい呼ぶんですけど、はい、あのやっぱすごい凝ってるって言われます。この痛い、痛いです。結構飛び跳ねてらっしゃるんで、はい、いやちょっとね、あと5分ならない。あとはいや、マッサージ本当にあの、うん、もう8年ぐらいその人、はい、痛い頭ですか。頭頭です。え、頭が何頭がどうした。あ、痛い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 。そんな痛い。ってことは疲れてる。やっぱすごい使われてるんでしょうね。え、そんな痛い。痛い。やばい。鼻とか大丈夫ですか。鼻、ここ鼻です。鼻は痛い。鼻は大丈夫。ここ、いや、鼻痛かったらおかしいでしょ。鼻は悪いから。悪い人はここが痛いんですよ。でもみんな新しい映画撮れた。あ頭と肩に来てますっていう風に。あ、痛いですか。はい、はい、あ、痛い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 。何何この番組おかしいでしょ。そこすごい気持ち。ここそこすごい気持ち。腸です。あ、腸。腸。あ、腸はね、ここは腸。あの先週の収録で事業再生版に出てきた人が、はい、腸活の人 で、はい、で変なねサプリメント飲んだんですよ、はい、そしたら、うん、あの2日間で、うん、うんこ25回出た。ものすごい。しかも数あの6キロぐらい痩せるって言うんですよ、うん、で帰ってきて休めたのったら4キロ痩せる。本当ですか。あの見た目変わんないのに、うん、宿便が4キロ出たんですよ。そう、本当に出るんですか。宿便ってすごい出るんですよ、うん、もう普段と違うのは分かるんですよ、うん、でも寝ててもうんこしたくなって、うん、本当にもう朝までに3回ぐらいうんこいった。やばい、うん、でもねめちゃくちゃ気持ちいい。本当ですか。すごい。え、ちょっとね、時間的にこっちしかできないから、はい、え、でもなんかいい映画撮れたかな。何の映画。いや、なんかね、癒したいっていうのと、やっぱ皆さんに違ったこう岩井社長を見ていただきたいっていう、あ、気持ちいいね、いうのがあって、はい、あ、で、これも持ってたんだね、今日はね。はい、そう、で、バレたバレた。下でね、あの岩井さんにお会いしてるんで、で、私が全部担いでたから、あ、バレちゃうバレちゃうとか。すいません、何回も言いますけど、あなたの足と足の間に俺の足があるので、はい、すごいちょっとだんだんエッチな気持ちになってきたんですよ。おい、私もあれですよ、あのオイル、あ、や、やだもうオイルがついちゃった。あのこれ、あのあれメルカリで転売するんで、岩井社長の足がついた服ってオプションつけてるとやりますね。え、こんな仕事してたの。あ、やってましたね、いろいろね。出張で、店舗で。あ、店舗で、はい。でも一回面白い話があって、じゃあちょっとしてみます。ありがとうございます。大丈夫ですか。あと2分、1分半じゃる。あの、これ多分言える、これ大好きな多分下ネタだと思うんですけど、はい、ニーキャッパ の、 あのマッサージ店で働いてて、はい、あの本当カーテンだけで仕切られてベッドが何台もあるところだったんですけど、はい、ある日男の人がすいませんって入ってくるじゃないですか。で、どうしたなんか、あのそのままね、なんかはーいって言って女の子がこう言ったら、大声で、みんなに聞こえる大声で、ここって抜けますかとか言って、待って2980円で抜こうとしてる人がいると思ってすっごいびっくりしたかった。最悪ですよ。なんでですか。降板させましょう。これなんでですか。ダメ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 。だってあと1分だよ。何の話で終わろうとしてるの俺の回を。すみません。よいしょ、これね、はい、はい、出ました、はい、今月の、
4月の何日か3日か3日はい、はい、あのサインも残り1分で皆さん買ってくださいね、はい、Amazon ではい、はい、購入できますので、はい、1位になりました、おめでとうございます、通販決定ですね、はい、はい、ということですごいあの最後の最後で申し訳ございません、いえいえ、とんでもないです、本当にありがとうございます、怒涛の50分でございましたけども、はいはい、皆さんあっという間だね、50分ね、そうなんですよ、はい、めっちゃ早くて喋り足りないっていつも、はい、ということでもしよかったらあの懲りずにまたあのフラッと来ていただけると、いつでもあの月曜日暇なんで、え、本当ですか、はい、じゃあまたあの来ていただけることを願って、はい、はい、あの今度はもう片足やらせてもらって、あ、今度右足ね、はい、今度右足、はい、ということでね、右手はダメですか、あ、全然やります、え、ってか私手相も見れるんでしょ、はい、あ、マスカケ、マスカケ、マスカケ、あ、マスカケ、こっちもマスカケ、ほらすごい両手って波乱万丈天才強運、え、またちょっと、あ、神秘十字も両方に、すごい、そして第二生命線、あ、ほんと両方くっきり、はい、すごいですね、だからやっぱパワフルなんだよね、ですね、はい、手相見れるんですか、あ、もう見ます、なんさっきそれ言ってもうあの時間過ぎちゃってるんだけど、過ぎちゃった、じゃあ次はまた今度こんな終わり方、はい、岩井さん、本当に、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、グラグラですみません、はい、はい、また次回もぜひお越しいただけたら嬉しいです、はい、ということで、はい、レマトルでもう大ね、もう有名な、主催の岩井社長でございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、OK